8mm ビデオ、8mm ビデオ、8mm ビデオフォーマットは家庭用ビデオの規格である。ビデオカメラ、カムコーダー用として広く普及した。家電業界を2分した VHS とベータとの間の激しい規格争いにより統一された規格がないことのデメリットを痛感したメーカー各社により 8mm ビデオコン会が設けられ、次世代のビデオ規格として検討が行われた結果、 ビデオにおける初の世界127社による統一規格として誕生した。しかし後日のように、日本ビクターや松下電気産業などは VHS-C 格を製品化しため、結局のところ企画争いが再発することとなった。テープ幅が8ミリであり、規格名はそこから取られている。ビデオカセットはコンパクトカセットとほぼ同じ大きさで、VHS やベータと比較して大幅に、 小型化されている。テープはメタルテープ、塗布型、または上着型を採用し、高密度記録により、当初より標準モードで120分の長時間記録が可能だった。また、あとに180分テープも発売された。8ミ、mm、リビデオをハイバンド化した上位互換の高画質フォーマットとしてハイハチ、テープ速度を2倍にしてデジタル記録。 d v 互感を実現したデジタル8がある。その他に、ハイ8方式の高画質技術として、軌道信号の周波数帯域を拡張する XR、規格、交渉水平解像度 440tv 本が存在する。単に8ミリ、8mm、8mm と呼ばれることもあるが、その場合、8mm フィルムを意味していることもある。現在ではミニード部への世代交代。 さらには記録メディアが磁気テープから DVDHDDD メモリーカードへと変遷したことによって 8mm という略称自体がほとんど聞かれなくなっている。ソニーが 8mm ビデオ規格を構想した際にはカセットが小型で取り扱いやすい家庭用 VTR の本命機という位置づけで末置き型カメラ一体型ともに既存規格を置き換えるフォーマットと指摘された。しかし 各社の商品開発は、カセットサイズが小型である特徴を活かせる、カメラ一体型が先行した。1985年1月8日、ソニーが8ミリビデオの第1号機、CCDV8 を発表した。他には8ミリフィルムの後継企画を模索していた富士、邪神フィルム、当時、現、富士フィルムホールディングスやキャンニコンミノルタ強セラ、ペンタックスリコーなどのカメラメーカー。 シャープ、山陽電機、日立製作所、東芝などの家電メーカーが新たに参入した。一方、日本ビクターや松下電器産業、当時、現、パナソニックを中心とする VHS 陣営は、VHS フルカセットとの互換性を持つ VHS-C を前面に押し出し、両者による激しい企画争いに突入することとなる。 小型化が容易で長時間録画をサポートしていたことなど、もともと VHSC との比較では8ミリが有利な点が多かった。この企画争いの結果、ビデオカメラの小型軽量化が急激に進み、本体形状は現在見られる片手指示スタイルを確立した。1989年にソニーがパスポートサイズハンディカム c c d t r 5 5を発売した。 その劇的に小型な本体サイズも、さることながら、従来は家庭用ビデオカメラ、カムコーダの仕様とは、子供の性記録だった中、旅行に持ち出すというコンセプトが子供を持たない若者を中心に受け入れられ、一時は生産が追いつかなくなるほどの爆発的ヒットとなり、撮影対象が広がったことを示したハンディカムのコーも参照。この TR55 の発売以降、 市場は8ミリに大きく傾くこととなった。そして1992年に VHS-C から転向したシャープが液晶モニター一体型の液晶ビューカムを発売し新しい撮影スタイルを提案した。これが大人気商品となったことで8ミリビデオの優勢が決定的となった。VHS-C 陣営の松下電機は欧州メーカー向けに8ミリのビデオカメラを OEM 生産しており、いつでも自社販売に踏み切れる環境にあったが、実現することはなかった。一方アメリカでは、当初は VHS フルカセット企画のカムコーダーが優勢だった。VHS のレンタルビデオが普及したことから、ビデオソフトの再生期を兼ねることのメリットが大きかった。また、アメリカ人の思考では、ビデオカメラが大型であることは、さほどのデメリットにならず、また、 日本人向けに小型化されたビデオカメラはアメリカ人の大きな手では操作がやりにくくボタンを押すのに詰め枝が必要だと言われたわざわざアメリカ人向けに大型化したビデオカメラが輸出されるような状況だったそのため8ミ、mm、リビデオ規格の小型化のメリットは十分に活かされなかっただが1990年代より韓国製の安価な VHS ビデオデッキが普及したことから ビデオソフトの再生とビデオ撮影は別のデッキで行う数制になった。そのような情勢にあってフルカセット規格の VHS との互換性を謳った VHS-C の特徴はあまりメリットにはなり得ず8ミ、mm、リ規格が優勢となった。一方で据え置き型のデッキとしては8ミ、mm、リ規格はあまり普及しなかった。テープサイズの小ささを生かした保管場所を取らない。 家庭用ビデオデッキとして宣伝がされたものの、8ミリビデオ企画が発表された頃には、ビデオデッキの用途は、テレビ放送の録画よりも、むしろ、レンタルビデオソフトの再生の方に移行しつつあり、レンタルビデオとして圧倒的に普及した VHS 企の主意を覆すに至らなかった。また8ミリ企画の旗振り役として、業界を主導したソニーが、ベータ企画の死守というニットを追ったことの影響もあったと。 言われる。ソニーは、レンタル店向けに、ビデオソフトの増加に伴っての、保管、陳列スペースの節約というメリットを訴え、8ミ、mm、リビデオ企画の、ビデオソフトの普及を推進した。しかし、そのようなレンタル店側の事情は、ユーザー側にとっては関係ない話であり、レンタル店側は、店舗の大規模化によって、ビデオソフトのタイトル数の増加に対応することとなる。なお、 ビデオソフトのタイトル数増加に伴う、レンタル店の保管、陳列スペースの節約は、後に、DVD への移行によって果たされることとなる。ソニー以外のメーカーでモンゴから8ミリビデオ企画に参入した、日立、セテラや東芝、ARENA も薄型の末置き配8デッキを発売し、BS 録画に最適と歌っていたが、VHS 機よりも数万円ほど高価値だ。 なお、ソニー、富士フィルム、ソニーからの OEM などのスタンダード8ミリデッキは、モノラル音声の連鎖機種が存在していたものの、8ミリビデオの使用から VHS ほどの長時間録画もできなかった。VHS テープが三巻パックで、安売りが当たり前になりつつあった中、8ミリテープは割高だったためこれらもヒットするには至らなかった。末置き型は、 撮影したビデオの鑑賞、編集用としての用途が中心となり、VHS、ベータの次世代企画としての目論みは果たせなかった。しかしこの現状を踏まえたソニーは、VHS と8ミ、mm、リビデオの両企画を搭載した、ダブルデッキタイプの製品を発表し、こちらは、ある程度の普及を見た。置き型のデッキ例外としては、旅客機の機内上映用機器がある。 これはあくまでも業務用機器であり、消費者が店頭で見かけることはない。8ミ、mm、リビデオのテープをデータ保存用に応用したものが8ミ、mm、リデータカートリッジである。1995年9月により小型で鮮明なデジタル録画ができる DV 規格の小型規格ミニードブを採用したデジタルビデオカメラの第1号機 NVDJ1 が松下電気産業から発売され、 それ以降、VHS-C と同様に、8ミ、mm、リビデオについても、DV 規格との世代交代が始まった。初期の頃には、DV テープの入手が困難で、かつデッキや、ビデオカメラも高価だったためほとんどお不休止な方が、2000年以降、テープの生産体制が、軌道に乗るにつれて8ミ、mm、リビデオカメラは、急速に売れ行きを落とし、多くのメーカーが製造から撤退した。また、 家庭用水置き型ビデオデッキの後継としては DVD レコーダーや BD レコーダーなどの光リスク機器が普及することになる。DV 規格への移行機に安価なハイ8テープに DV 規格で録画可能で旧来の8ミ、mm、リビデオやハイ8で録画したアナログテープも再生可能なデジタル8規格の製品もソニーから発売されたものの短命に終わった。家庭には 個人的な映像が多く保存されていることから、機器の老朽化に伴った買い替え需要に対応するため、販売が続けられていた、携帯型録画再生機のビデオウォークマンのデジタル8、用の2製品ついても、2011年9月をもって終了し、これにより8ミリビデオのカムコーダ末置き型デッキについては、ハイ8デジタル8を含め、すべての製品の生産が終了した。 ビデオテープクリーニングテープについては、まだ入手可能である。8ミ、mm、リビデオ規格には、マルチトラック PCM という、映像トラックを、音声用に割り当てて6チャンネル、サンプリング周波数 31.5kHz、量子化、数8ビットの PCM 録音ができる規格もあった、デジタルオーディオビデオ。過去に一部の民生用デッキ、ソニー、e v s 六百、e v s 八百。 EVA300PCMEV10、ハイ8の EVS900、EVNS9000 東芝、E-800BS 等に搭載されたが、ラジオ放送の長時間エアチェック等、用途が極めて限られたことから、現在民生向け製品での搭載機種はほとんどない。これと別に、ティアック社はハイ8テープを用いた、業務用、マルチトラックレコーダーを提唱し、 BTRS として企画化。広く用いられた。またデータレコーダーとしても応用された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。